皆さん、こんにちは。今回は岡田奈々さんが被害に遭った監禁事件や AKB の方の岡田奈々さんとのある勘違いに関する話を生い立ちをたどりながらご紹介しましょう。名前岡田奈々さん、本名八重弘子、生年月日1959年2月12日、職業女優、元歌手、出身岐阜県岐阜市、学歴戸板女子短期大学中退。岡田奈々さんは1959年2月12日に岐阜県岐阜市の絹織物業を営む旧家に生まれました。生家は稲葉郡加賀島村で、代々絹織物業、特に岐阜の名産である岐阜ちりめんの製造を手掛けていた家柄でした。1974年6月、岐阜市の鶯谷女子高等学校に通う高校1年生の時、岐阜市の繁華街である柳瀬を歩いていた際に、レコード店で行われていたキャンペーンにいたあるアイドル歌手のスタッフにスカウトされたことがデビューのきっかけとなりました。同年、オーディション番組あなたをスターにで第2回チャンピオンに輝き、翌1975年5月10日に16歳の若さでシングル独り言を NAV レコードからリリースし、歌手デビューを果たしました。芸名の奈々は、父が養蜂業を営んでいたことから、菜の花の優しく可憐なイメージを連想させる名前にしたかったことに由来しています。最初は奈々とする予定でしたが、姓名判断で自覚の良し悪しを考慮した結果、奈々に変更されました。一方の岡田は、四角張った字が良いとの占いの結果から選ばれた姓でした。デビュー後すぐに人気が爆発的に高まり、翌1976年には松竹と年間3本の映画出演契約を交わすほどの活躍ぶりでした。ライオン油脂のエメロンシャンプーやグリコのポッキーの初代 CM ガールを務めるなど、広告業界からも熱い視線を注がれていました。1976年に放送されたドラマ「俺たちの旅」では、主演の田中健さん演じる中谷孝雄の妹中谷真由美役を好演。また同年リリースのシングル「青春の坂道」がヒットするなど、清純で正統派の代表的なアイドルとしてその地位を確立しました。20歳になった1979年から本格的に女優業に軌道を移していきます。鶯谷女子高等学校を卒業後、一旦は戸板女子短期大学に進学しましたが、女優業に専念するために中退を選択。その後は角川映画の全盛期を務めた1979年の作品「戦国自衛隊」や1983年の「里見八犬伝」、1984年4月から9月に放送された大英テレビドラマの代表作「不良少女」と呼ばれて、1984年10月から1985年4月の「スクールウォーズ」、1985年10月から1986年3月の「ポニーテールは振り向かない」などの話題作に次々と出演し、女優としての地位を不動のものにしていきました。なお、作家の阿部譲二さんは岡田奈々さんの熱烈なファンだったそうで、自身の原作を映画化した際に岡田奈々さんに直接出演オファーを出したのが1987年の映画「塀の中のプレーボール」での主演抜擢につながりました。洋画の巨匠石井照夫監督との縁もありました。10代の頃に石井監督の東映最後の作品1979年の暴力戦士に出演しており、その際の評価が高かったことから、石井監督が1993年に担当した劇場映画復帰作源泉館主人と、その続編である1995年のブライヘイヤの主演ヒロインを務めています。石井監督は岡田奈々さんのような顔がたまらなく好みだったと語っています。1998年の映画ラブ&ポップや2001年のドラマストロベリー・オン・ザ・ショートケーキでは見事な母親役を演じています。近年の演技では清純なイメージを完全に払拭し、さまざまな役柄を自在に演じ分ける重厚な演技力を発揮するようになりました。
2000年代に入り、アイドルグループ AKB48 に所属する同姓同名の岡田奈々さんが活躍を始めたことから、2人の識別をする際には昭和の岡田奈々と呼ばれるようになりました。当時の所属レーベルである NAV レコードは後にポニーキャニオンに吸収合併されましたが、岡田奈々さんのデビュー曲から青春の坂道、ラブ、ステップ、ジャンプ、賭けなど代表曲を含む全シングルアルバムが CD 化され現在に至っています。プライベートでは独身を貫いていますが、過去のインタビューで結婚しない理由について岡田奈々さんは、運命の人に会うと教会の鐘が聞こえるって聞いたんですけど、さっぱりと答えていて縁がなかったと言われました。また目立った熱愛のスクープはありません。しかし噂レベルの方は3人ほどいました。1人目は俳優の中村雅俊さんで、岡田奈々さんが芸能界で活動を始めて間もない頃に理想の結婚相手を中村雅俊さんだと言っており、その後共演しています。熱愛関係に発展するのではないかと噂はありましたが、スクープなどの証拠写真などはなく、岡田奈々さんが一方的に理想の相手と言っていたのかもしれません。理想のタイプとしては神田正輝さんの名前も挙げていますが、こちらもスクープ報道などはなく熱愛関係ではありません。その他に名前が挙がっていたのは少年隊の錦織和樹さんですが、好意を寄せていたという噂レベルでした。さて話題を変えましょう。実は岡田奈々さんは過去に男に監禁されるという事件の被害に遭ったことがあるのです。当時18歳で人気絶頂のアイドルだった岡田奈々さんに、その事件が起きたのは1977年7月15日未明のこと。1977年7月15日の午前1時30分ごろ、東京都港区内の岡田奈々さんの自宅マンションに、両目と口だけを切り抜いた風呂敷で覆面をした男がベランダから侵入しました。当時の状況ですが、深夜に仕事を終えた岡田奈々さんはマネージャーに自宅マンションまで送ってもらっていました。マネージャーは岡田奈々さんが部屋に入ったのを確認して帰っています。部屋に入ると少し暑かったようで、エアコンが嫌いな岡田奈々さんはベランダの窓を開け、出演するドラマの台本をベッドで読み、窓を開けたまま寝てしまったようです。その時ベランダを伝ってきた犯人が岡田奈々さんの部屋に入りました。ファンを名乗るこの男はベッドに横たわっていた岡田奈々さんを刃渡り20センチのナイフで脅して、大声を出すな、おとなしくしていれば何もしないと言って、両手両足を縛り猿ぐつわをかませたのです。ベッドに縛りつけた岡田奈々さんに向かって、男はアイドルとしての心構えなどについてアドバイスやら説教やらをし、挙句新曲だったラブ、ステップ、ジャンプのテープに合わせて歌い踊ってみせたりしたようです。岡田奈々さんは当時ダンスが下手だったため、頼まれてもいないのに教えに来たのかもしれません。最初は岡田奈々さんを傷つけるつもりはなかったのかもしれませんね。犯人は岡田奈々さんを果物ナイフで切りつけ、右手親指の付け根と左手の手のひらに30針の重傷を負わせるなどしたそうです。この時岡田奈々さんはナイフを避けようとして両手に全治10日間の怪我を負い、慌てた男はシーツを包帯にして手当てをしたり、パジャマを着替えさせたりしました。もっとも男は乱暴狼藉の限りを尽くしたわけではありません。岡田奈々さんに水を飲ませたり、トマトを食べさせたりもしていたのだとか。結局部屋に居座ったのは午前6時半頃まで、約5時間も籠城して血に染まった包帯やパジャマをボストンバッグに詰め、金品には目もくれず逃走したのです。男が手足をほどいていったため、岡田奈々さんはすぐに110番通報しました。犯人は目出し帽で顔はわからなく、今も捕まっていません。犯人は岡田奈々さんのファンだったらしいですが、逮捕されぬまま時効が成立。青春派アイドルに起きたこの事件は、その当日には全国紙の夕刊がベランダからあなたのファン岡田奈々さん切るというタイトルで第一報を掲載。同日午後4時には都内で所属事務所による緊急会見も開かれました。
この会見に岡田奈々さんの姿はなく、スタッフが事件の経緯を説明しています。翌16日付の各紙は独自に取材した岡田奈々さんと犯人のやり取りも再現する形で大きく取り上げました。お金ならあげるわ、私のこと知っているの、知ってる、女子短大に行ってるんだって、国語が得意なんだろ、俺は5年前から強盗をしているが実はあなたのファンだ、などなど。記事の最後は、乱暴はされなかった、胸にも触られなかったし、キスも強要されなかったという岡田奈々さんの証言で締めくくられていました。事件から3日後の18日午後、今度は岡田奈々さんが会見を開きました。集まった報道陣は100人以上、所属事務所の社長に付き添われて、岡田奈々さんは右手を三角巾で吊り、左手は白い包帯という痛々しい姿で現れたのです。そうして岡田奈々さんは、台本を読みながら寝ていた時、静かにしろと首の横にナイフを突きつけてきた。何回も殺すぞと大声を出しながら、足と手をネクタイで縛りましたと事件について語りました。体には触られなかったのかという記者団の質問には、最初は脱がすぞとは言いましたが、一切体には触れませんでしたと答え、犯人についても痴漢でも泥棒でもなく、男は誰かに頼まれて嫌がらせに来たような気がしましたと事件当時の印象をコメントしたのです。そして最後に、ご心配をおかけしましたが私はもう大丈夫ですというファンへのメッセージも忘れませんでした。実際の裁判では、岡田奈々さんは犯人をかばう証言をしたことが明らかになっています。なぜ岡田奈々さんが犯人をかばう証言をしたのかというと、当時人気絶頂のアイドルだった岡田奈々さんは、レイプ被害者と世間に報じられると純真無垢を売りにできないと考え、泣き寝入りする方を選んだのではないかとも言われています。しかし事件から何年も経った後、犯人に関する衝撃の事実が発覚します。元暴力団員であり小説家の阿部丈司さんが、週刊誌週刊朝日芸能で岡田奈々さんを取材する機会がありました。対談の中で岡田奈々さんがこの事件を振り返ると、阿部丈司さんは衝撃の告白をします。実は俺、そいつと小菅の未決拘置所で一緒になったことがあるんだよ。あいつはほぼ一生残るほどの怪我をしてるよ。そのことをあいつが言ったから、俺の刑があと3年増えるような目に遭わしたの。阿部丈司さんは岡田奈々さんを襲った変質者を刑務所の中で激しく制裁したのです。岡田奈々さんは目を見開いて、もうあの時は本当にショックで絶対に芸能界を辞めてやろうとかいろいろ悩んだんですと当時を振り返りました。さらに阿部丈司さんは、あなたのあったひどい目の8倍くらいはやっつけてやったけど、やつも必死だから俺も手を噛まれたんだよと監禁犯に対する制裁の過酷さを語っています。記事では、女神と呼ぶほど憧れていた美女に手をかけた暴漢を阿部氏は許すことはできなかった、元暴力団員ならではの凄みと男の純情が伝わる名エピソードと言えようと評しています。このエピソードが物語るのは、反社会的集団出身者の阿部丈司さんが女性アイドルを危険に陥れた犯罪者に対して、自らの過去の力と人脈を生かして制裁を加えた出来事です。阿部丈司さんにとって岡田奈々さんは女神のように尊敬する存在であり、それだけに監禁事件への怒りが爆発したのでしょう。さて話題を変えましょう。先日した同姓同名のアイドルであるアイドルグループ AKB48 の岡田奈々さんが、2022年11月に週刊誌週刊文春のウェブ版文春オンラインによって俳優井野裕貴さんとの熱愛交際をスクープされたことで、女優の方の岡田奈々さんが熱愛をスクープされたと勘違いされたことがあります。 AKB48 の岡田奈々さんはアエラドットのインタビュー取材に応じ、報道前からパニック障害を発症し抗うつ剤を服用していたことや、マンションから転落し大怪我を負っていたことなどを告白しています。文春オンラインは2022年11月にミュージカルマギ
迷宮組曲で共演した2人が交際していることや、岡田奈々さんの父親と3人で高級マンションの内見をしていたことを報じ、親公認で交際していることを明らかにしました。しかし AKB48 グループは表向きには恋愛禁止としていたことや、岡田奈々さん自身がメンバーのスキャンダルに対して批判的な姿勢を見せていて、2017年の選抜総選挙ではスキャンダルで這い上がるメンバーがいてもいいけど真似してはいけないと思います、まっすぐ頑張っている人が報われるようにグループを変えていきたいなどと語り、グループの風紀委員を名乗っていたことから、猪野弘樹さんとの熱愛交際報道は大きな波紋を広げました。その後岡田奈々さんと同い年で AKB48 グループの3代目総監督を務める向井地美音さんが SNS で騒動に言及し、今まで曖昧になっていた恋愛禁止というルールについて改めて考え直す時代が来たのだと思います。運営に確認を取ったところ、 AKB48 グループに恋愛禁止のルールはなく、メンバーそれぞれが自覚を持って活動することで成り立っているとのことでしたなどと綴り、岡田奈々さんのことを擁護していたものの、これが火に油を注ぐ結果となり、熱愛報道から4日後に岡田奈々さんはグループ卒業を発表しました。こうして2023年4月に AKB48 を脱退した岡田奈々さんはソロ活動をスタートさせ、7日にはソロデビューアルバムアシンメトリーを発売します。アルバム発売にあたって岡田奈々さんはアイラドットのインタビュー取材に応じ、文春オンラインで熱愛を報じられ大炎上騒動に発展した当時を振り返り、 SNS はすごく見ていて、死ね、消えろという言葉に対して、じゃあ死んでやろうかってムキになりかけたりもしました。実はその年の春ぐらいからパニック障害の症状が続いていたんです。2021年からは ABEX にも所属し、 AKB とのダブルワーク状態になっていました。仕事の過密さに加え完璧主義な性格も関係しているかもしれません。抗うつ剤を1年ほど飲んでいて、さらに報道後にネットでいろいろ書かれているのを見て、辛くてご飯が食べられなくなって体重は34キロまで落ちてしまってと、熱愛報道前から心の病気を患っていたことを告白したのでした。今回紹介した岡田奈々さんが被害に遭った監禁事件や、 AKB の方の岡田奈々さんとのある勘違いに関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。